今日はね、大和くんの誕生日なんで鯛をおろしてみました。で、これから鯛のお作りをね、姿にしようかと思うんですね。まあだからといってね、どうってことはないんですけども、まあじゅく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 やっていこうかなと思いますね。なんかね、こうお刺身をね切るってのは料理なのかどうなのかわかんないですけど、まあ一つの絵を描くみたいな感じなんですよね。こう鯛の体を隠して、こういうふうにね大葉を引いてお刺身を切る土台を作っていきます。まあ家庭用のまな板なんでちょっとちっちゃいんですよね。ちっちゃいんでこううまくできないところもありますけども、これが鯛のブロック。ちょっとね、醤油が染み込む穴をこうやって上げて、あ、生きがいいんで切りにくいですね。すごい、よし、よっしゃ、よっしゃ、もうあっという間にね、1歳ですよ、子供も。おかげさまで。で、1年っていうと早いですけども、これがね、10年、まあいて、20年も経てば、家にはいなくなるんでしょうね。20年もかかんないと思うんですけどね、私の場合は。あっちこっち、世の中に出ていくんだろうなと思うな。まあ、出ていかせないといけないですけどね。子供の成長っていうのは楽しみでもありますけども、子供にとってはね、親から離れるのが楽しみでもあるんで、僕はちょっと割り切っていかないといけないところもあるかなって思いますね。まあ48になってね、子供ができるっていうのもちょっと独特というか遅いような気もするんですけども、まあその分ね、誰にもつかめないような幸せをあげたいですね。じゃあ一旦ちょっと見てもらいましょうか。こんな感じです。正面からいくとね、これからさらにデコレーションしていきます。いえ、こうね、しょ、まあこの鯛のお作りやるところ見てもしょうがないといえばしょうがないんですけども、誰でもできますからね、やっぱり何でも。自分には無理って思ってる人もいるでしょうけども、無理と思ってるうちは無理なんですよ。で、だんだんできるようになってくるんですよね、なんでもね。おぎゃーと生まれた時はみんな無理ですからね。まあ、こんなもんでいいかな。で、パセリをいろいろつけたいんですけども、パセリがないですから、今回は大葉で代用しようかなってことですね。まあ、こんなもんでいいでしょう。はい、まあ、完成品こんな感じです。カメラマンがいるとね、上手に撮れるのかもしれませんけども、今日はこんなところでご勘弁ください。それではですね、鯛のお作り、これを持ってこれから誕生パーティーに行ってきます。大和くん、おめでとう。